はい、えー、それでは時間になりましたので始めていきたいと思います皆さんこんにちは、えー、最終語学発表データが解き明かす来年必勝ための戦略となりしまして約1時間ちょっと、えー、私の方からガイダンスをしていこうと思います、えー、内容としましては今回、えー、成績発表がされましたそのデータをもとに、えー、今年は去年と違ってどう変わっているのかまた何が同じなのかそして何が決め手だったのかその上でいやその後この先どんな勉強がいるのか そういったお話をしていこうと思います。えまずはレジュメの方一ページの方からまずは今出てきているデータこちらの方の分析をしていこうと思います。えこちらですが第一章発表データを分析。一番出願者数受験者数合格者数の比較。一番円令和三年。 出願者数が1万4988人受験者数が1万1925人合格者の数は613と昨年と比べて増えていますただその横です合格率です出願者を分母613を1万4988で割ると4.08 受験者を分母1。一、え、六百十三を。一万千九百二十五で割ると。五点一四。となっていて。ここにか、ここだけ見ると。去年と比べて、ほぼ同じ。誤差のレベルでしかありません。で、この合格率の大きな変動があったのは。令和二年です。平成三十一から令和二年。 ここで思いっきり変化が起きています。あの実を言いますと、二十九年からこの傾向があって。二十九年からこの傾向があって、やたら合格率が上がる率が増えてるんですよ。でどうも、六百人は受からすタイプっぽいんです。もう何パーセントという基準じゃなくて、六百を軸にしているっぽいんですよ。 まあ毎年ある程度の方があの廃業されますでも、600人も廃業しないと思うんですけどね、でもそれでもこの600って数字な何かのこだわりがあるような気がします。まあ一番下の方に一応分析結果を入れました昨年とほぼ同じ数値になる、三 a 合格率の維持している合格者の人数もほとんど変わらないと。 じゃあ次二ページ三ページに行きましょうか。え、次基準点合格点の推移。令和三年上段これ出願者数です一四九八八下段受験者数です一一九二五横基準点上段中段下段とあります。 上段が点数中段が突破人数下段が偏差値です午前の基準点は81点27問正解3509人が突破偏差値が57.94となっていて昨年と数値は変わりませんただ一昨年と昨年で思いっきり下がっていると午前の基準点を下げ気味の方向なのが2年連続です 一方次午後の択一基準点66.22問2515人突破60.2960 60点という数値がほとんど変わってないんですよ下から見ていっても。多少の変化はあったとしてもやはりこれ午前の偏差値が下がってるんだなと。 で、なぜかというのは次にあります。均一式。上段、えー、基準点は34.0。中段、1113人が突破だけど、その横の数字に注目。2082。2082。これが期日の採点人数です。この採点人数を下からずーっと見ていくと、変わってないんですよ、ほとんど。 あの卓一の採点は機械でできますでも既立の採点は手でやります手でやるってことはお金がかかります予算を組んでるはずです役所はやっぱり一旦予算で握るとその予算って大体もう逃がさないんですよねなんでもう毎年2,000人の、えー、採点予算を確保してると思うんですするとですよあのね これ一番下の数値。27年の数値見てほしいんですけど、27年の出願者、受験者の人数見てほしいんです。昔は、極論ですよ。2万1000人から2000人を絞り込んでいたんですが、今は1万4000人から2000人を絞り込むんです。ってなると、これってハードルは明らかに下げざるを得ないんですよ。受験者の数は減っている。でも最低人数は同じ。 うの採点をきられるハードルは徐々に徐々に下がっていってるんですね。でその徐々に徐々に下げているところのこちらどこで差をつけているかっていうと午前なんですね。午前を明らかに下げてるんですよ。 これ言うとなんかね、午前は手抜いていい方向のなのかなとっていうふうに思う人もいると思うんですが私は個人的に思っているのはこれ、ね、午後を下げちゃうと点数またすごい下がっちゃうんですよ、基準点が。一方、午前上げちゃうとこれ基準点の数字が30近くなっちゃうんですよ。こっちも避けたいんだと思うんです。だって 結構レベルが低いと言っても結構午前の基準点って大体25下回ることないんですよねまずね。ってなるとその午前を手を抜いていいという話ではなく午前の皆さんが点が取れてしまっているから必然的に午前の基準点のまあ水準を下げざるを得ないんでしょうねと。今の時はそう考えてます。 じゃあませんえっと今年の十一、えっと、年のあじゃあ令和3年の記述式の点数もう一回見てほしいんですがえっと34点となっていて昨年と比べて2点上がってます二点上がってますで次に突破人数が1113人と去年より二0 0人ちょっとぐらい増えてはいるんですが注目するはその下偏差値です50.05ここの数値が 一切変わらないんですよ。真ん中が基準点というのが、一切変わらないんです。また、これは直前期等でまた言ってきますが。この模試とかの点数について、模試とかについては。点数を意識というよりも、偏差値を意識した方がいいんですよ。何点取るじゃなくて。 これは後でもまた言いますが向こうは均一の点数はうまくもうねうまく調整してます間違いなく間違いなく調整してます点数うんぬんじゃなくて偏差値で見るべきだと思うんですはいじゃあ次は合計点にいきましょう合計点は 1> 1. となってます一応ちっちゃい話でありますが去年と比べてて点点。上がってますね。2点ただねよくよく見てほしいんだけど卓越の合計点って去年と今年差があるかっていうと2722だから49去年が2524だから49両方とも49なんで結局違ってくるのは均一金点だけなんですよ。 で、その金等基準点が2点違うので、トータルの点数が2点違ってる。ただ、合格点を見てほしいんですが、合格点に至っては、3点、三点差がついてます。そしてです、いよいよこの数値を突破しました。一番右、合格点マイナス基準点です。 あの何年か前から示唆しましたもうそのうちプラス10近くいるぞとプラス10近くいるんじゃないかとって言っていましたらいよいよプラス9じゃ足りなくなりました27.5プラス9以上なんですねで残念ながらこの数値がどんどん上がってるの分かるでしょうか でこれは先ほどの話なんですけど基準点までのハードルは下がるで下がるけど反比例してこのハードル基準点下がる下がる反比例として上乗せが上がっちゃうんですよどっちがいいどっちまでだよね <laughs> <laughs> どっちまでだよ <laughs> はいなのでこれねあのー、もし例えば来年受験者数がね受験者数が 増えた場合はおそらく基準点のハードルは上がります。でその代わり上乗せが下がります。で基準点あの人数が減ったら基準を突破しやすくなります。ただ上乗せが増えちゃいます。どっちもどっちだとは思うんです。ただ個人的にやっぱ基準点が下がった方が総合勝負としていろんな人がね入りやすいから私は個人的にはそっちの方がいいと思ってます。 一番下注意する点でしょうかいわゆる上ラノ点過去の最高点数卓越近点が影響している均一の最低人数突破人数偏差値には変化はないとでは今度は右のページに行きましょうか ではもうちょっとこの今データをちょっといろんな数値を使って比較していきます。一番上。えっと、令和3年。出願者数が14988。基準点突破人数。これは卓越基準点突破人数なんですが、これが全部の、えー、全部ね、突破した人が1113います。卓越均一の全部の基準点突破した人が1113います。その横。基準点突破比率が7.4。 となっっててて下から見ていってください例えば22年なんか見ると4.0だったのが今なんと7.4まで上がってるんですで合格者数が613でその横の比率を見てほしいんですこれどういうことかっていうと基準点を突破した人が1113いる合格が613人 じゃあ基準点を突破するとどんだけ受かるかっていうと約5割なんですよこれ一番その22年なんかどうです22年なんかはもう基準点突破すればあと一歩70%なんですもんそれが今約5割まで落ち込んじゃってると。 でそのせいなんですが、えー、次のデータその横なんですけど基準点に突破したが総合点に届かなかった人数この1113-613で500人で近年一番多いんですよね受験者は減ってるんですよ受験者が減っているのにいわゆる基準点突破だけど落ちた人がこんだけ多いんです はい、でこれはある意味申し訳ないんですが基準点を突破しなかったことにとってみればですこの方々は来年も基準点突破極めて可能性高いんですよ。合格者が600人ちょっとと考えたきにまずこの500人が基準点突破してきちゃうんです。これは 残念ながら秘宝ですそしてもう一つありましてその横記述が基準点未満の方これどういう意味かっていうとあの今回の合格の点数があります合格の点数の人数って分かるんですよあ下の方に載ってますごめんなさい小目印ごめんなさい 総合点数は合格点になりながらも、金銭の点数が基準点を下回っていると思われる人数。652っていう数字はね、今回の合格点の208.5を取っている人数。んです。208.5を取っている人数は、これ法務省から出ています。こんだけ取ってますよと。でも合格したのが613しかいない。これどういう意味かっていうと、これ絶対択一は取っているはずなんです。択一取っていなければ金銭の採点を受けられませんから、絶対この点数はいかないはずなんですよ。 ってことは、この652人の中には、これは、卓一の基準点を超えた、均一の基準点を超えて、この点数に行った人と、卓一をバカみたいにできたけど、均一が基準点未満で、均一が基準点未満なんだけど、合格点まで行ったって方がいるんですね。もちろんこの方は落ちちゃいます。それが、えっと、こちら、えー、652から613を引いた39。 と思われますこれが去年と比べてまあ誤差というのか思いっきり減ったのかと見るのかはこれはもういろんな考えあると思いますんでお任せします私的には少ないと思ってます例年と比べて少ないなという感じを受けております じゃあちょ次のページ4ページの方に行きましょうまた別のデータの比較になりますえっと1番目令和3年午前基準点が8127問正解令和3年六6 6点22問正解総合までの上乗せが27.5一応9問上乗せと設定しておきます本当は9じゃ足んないけど じゃあこれを割り振った場合、午前に5問、午後に4問割り振ると横、午前に5問、午前4問割り振ると、午前が96、午は78、32問、26問。択一だけで受かろうと思ったら、こんだけ取んないいけないんですよ。択一だけでね。均一の上乗せを完全に無視した場合です。じゃあその時のね、偏差値ってどれぐらいかっていうと、65.28。 なんですそう見ていって縦にこの数値見比べていくとどうかっていうとそんんなな変わんないんですよあの言いたいのが一番下の米印なんあのゴシック体なんです。 あの他のの試験はこれありますえないものもあります例えば行政書士の試験はあのどんな問題だろうが何割以上取んなきゃ全員落としますよとでそういう試験って問題が優しければ受かりやすいけど難しければ受かりにくくなっちゃうんですね年によって受かりやすさ受かりにくさがあるんですでもこの試験って受かりやすい年受かりにくい年ってはないんです解きやすい解きにくいがあります 解きやすい、解きにくいはあっても解きやすければそんだけ5 0点上がるだけです。ということなのであのこの認識は忘れないようにしてください。受かりやすい年、受かりにくい年なんかないんだと。ではあとは、ね、使ったデータをちょっとお見せしたいと思います。え右のページの方にありますがこの5ページ。えこれは 択一午前の、えっ、ー、と、午前午後の分布図です。え、どんな図かと言いますと、一番上。択一午前、105点満点。これ、満点取った方が29人もいるんです。で、合計29。偏差値66.68。次、102。今まで34問。えー、外たちは109で、ここまで138人います。で、偏差値68.28と,となっていて、 ずっと見ていくと今回の基準点が27問81点のところですで同じように横5の部この数字出すと真ん中あたりの66これが基準点になってますでこの記述バージョンが次のページになりますちょっと上から見るとねあの満点はいるのかなと思ったらやっぱりいないんですよね でトップが64.5と64.5ととんでもない数字になってます一方逆に右下0点もいるんですよあのやっぱりあこれ多分あの卓一でも時間切れになっちゃったとかねもともと通るだ思わなかったとかねいう方が、まあ、こんだけいらっしゃるという状況ですちょっとここいろんな数字をちょっといらしてくださいよいしょ まあこれは見るだけで構いませんがえっと今これあえて3つに分けましたあごめん先に忘れた、えった、と、基準点がこの真ん中のゴシックになところ34点のところねえっと3つに分けたのはできる層中間層、まあ、下の層とどんだけ人数がいるのかなと。 ちょっとこれをまず、今この数字だけで分かるものをちょっと書いていきましょう。えっと、一番下、えっと、このできる層の人間が358で数字が載ってますね。358、一応こっちは書いておきます。で中間層が13、1349、1349います。で、一番右、階層が375いらっしゃる状態です。 でちょっと今から書く数字これは令和2年です令和2年の階層の数値が389389で中間層令和2年の中間層が1370これ2点しか差がないからでしょうねそんなに変わらないんですよ 2点しか差がないんでしょうねただ、ちょっとなんか変な感じもするんです。そんな変わんないのにんで2点も差がつくんだろうと。これが、上位層が199なんです。上位層が去年少ない。去年が少ない。というか今年、上位層が多いんです。上位層が多くて、平均点を上げちゃってるんですよ。 えちなみに、ね、ちょっと31もちょっと書きますね。31もちょっと書くと、あ31も参考程度ですよ。31が、えっとね、上位層が237、中間層が13、ごめん、これ、04に間違えた、こっち、これ、マイ毎スじゃん、64、そんな変わんないんだ六64七70、すいません、64ゼ70の、下位層が399、399と、そんなに変わんないんですよね。 一応ごめんなさいえっと31年の基準点どれぐらいです記述の基準点えっと2ページからい3ページ前にちょっとありますんで見てやってくださいレジュメ2ページかなレジュメ2ページで31年のへ記述の基準点が32.532.5なんですねでちなみにねあの今の2ページ開けてるかなあの2ページの30年の記述の基準点いくつになってます 三十年、93年三十七なんですよ。じゃあ、ちょっとその三十三えっと三十年の数字をちょっと書きますね。三十年の数字を書くと、三十年の数字を書くと、えっと、三十の数値が一八一一五ゼロゼロ 415なんです415あのまず単純に受験者はね2000人近く違います2000人近く違いますからあの一概には比較はできませんただそれでも思うのがこの上位層の比率がやたらやっぱ今年多いんですよあってあの30年ってえ37点だから 3, 3点高いんです 3点高いんだったらもっと上がいってもおかしくないのにそうでもないんですよ。本当に今年って全体から見た上位層のの比率がが多いっていうのが特徴に思えますだからある意味あの平均点をここで上げられちゃっていて普段だったら基準点に乗れた方が乗れなかったという可能性もあるなと思います。 このあたりそう数値をなんか追いかけると出てきた出てくるなんかデータだなとつくづく思うところです。であのまあこのあたりはまだいいんですがあの一応の右の方にねあの一応入れましたあのあのまあご存知の方も多いと思いますが気質に関してはあの最低のえっといわゆるえっと合格ですね正解は全く発表されません正解は発表されずに失敗の趣旨というのは載っていますでこの失敗の趣旨というのは載っているんですがもう例年のようにまっ く使えないあのー、もういかにもねお役所仕事みたいなねもの乗載ってるんですよもうねなんでそんなことでドキツく言うんですかっていや頭くるからですよだって他の試験試で正あの、ね、なんで正解出さない試験しって普通ないですよじゃあこれ見れば分かるんじゃないですかって思うじゃないですかあの頭にくるのは商業だよ商業て見てやってどれでもいいよもういろいろ言ってやるよ自由を並べてるだけなんだ 当期の自由並べて聞きましたと。はぁと。それはわかるわ、と。あのね、死んて言うとね、今年わかったのが、問いの2についての1行目。新株分野の消滅的があるでしょ。あ、これ消滅っ書かないと原点かなと。もうそれぐらいし、わかった、それぐらいです。わかったことそれ以外何もありません。あとは自由並べて聞きました。だから何ですか、と。で、あとはね、あの、問いの4のとこかな。問いの4のとこですが、上から3行目の、ね、後ろあたりに、 当該添付情報に添付すべき情報を含むって言葉があるので、まあ、印鑑証明書も採点対象だというのが分かります。であとに関しては残念ながらあの去年、おととしと表現はね若干違うところはあるんですが。 はっきり言ってこれを見たことによってどこがね分かれ目だったとかそういうことをね全く感じさせないように作ってますなのでこれを見ても何かねここから何か読み取れることなんていうのは一切ありませんから目の健康上読まないほうがいいです本当に何の役にも立たないデータですそして例年言うことなんですがあのどっかやっぱ採点基準はあるはずだと って思って、訴えたか、訴え、あの、まあ、不服申し立てをしたりとかいいんです。えっと、八ページの方なんですけど。あの、一番上にね、あの、諮問庁法務大臣だって、ちょっと古いデータなんですけどね。三段目かな、えっと、二十三年司法書士採点基準及び枠内、枠内の配点に関かわら行政文書の不開示に関する検討、まあ、これ調べ出てきます。えっと、結論。 23年使用指示の採点基準の枠内何における廃棄の情報につき保有しないとして不開示として決定は妥当であると何かっていうとあの採点基準の紙があるはずだとで採点基準の紙は行政文書なんだからその行政文書の開示を求めるとといったらいやそんなの行政文書はありませんといやいやおかしいだろそれどうやって採点してんだよといやないものはないんですとって言って押し切ってるんですでどうも向こうの言い分に近い話を少し言うと どうも多分ねこういうものこういう掲示板かなんかをね1個作ってそこに何か書いてるっぽいんですよここは何点ここは何点ってこれ文章文章と言えないでしょパッと消したら終わりなんですよねだから文章は残っていませんとっていう言い分っぽいんです まあ、ちなみに今変わってるかもしれませんけどねこの今出てるこのデータあ前のページだ前のページに載っている、えっと、出題の趣旨のデータなんですけどね今変わってるかなあのねそのねタブクリックするとインターネットこのタブの名前がね,あのね去年までは31年、えっと、出題の趣旨って書いてあったのが広告用って書いてあったんです今年なんか意味深ですよね広告用って書いてあったの提出用かな 提出用って書いてあるんですね。絶対別の文章ありますよ。これ。そうじゃなきゃ、そんな名前つけないよね。広告用とか提出用なんて、名前つけませんよ。まあ、多分、今言った、これ、多分、気づかれたら、多分、名前書かると思いますけどね。な、さら、もう、これ、もう、訴えても、これ、価値用はありませんので。もう、そこは諦めるしかありません。で、ちょっと、ここから先は、もう、完全な雑談だし。まあ、あいつの妄想だと言われるのは百も承知で、言っておきます。は言って、言わせてください。 あのー、ここ何年間かの点数を見る限り素点で点数をつけてないんじゃないかと思ってるんです。というのが今年もちょっと若干出たんですけどじゃ結論ちょっとざっくり言うとね5カ所しか書いててなないいいいのに7点ついたって人がいるんですおかしくないこれいや配点があるかもしれないいや1点以上の配点があるとは思えないじゃないですか。 また4欄をほぼ書いてないのに不動産すんごい点数が良かったと4とね3のほとんど書けないとで満点がいないじゃないですかいやそれはもちろん満点が出るとは思えないんだよあれがねでもでしかももうちょっと言うとちょっとあのもう一回戻ってもらっていいかなあの3ページかな2ページだ2ページあの金層基準点って 大体何点ぐらい ?30 前半ですよね。で、それが偏差どれぐらい ?50 なんですよ。奇跡ですよ、これ。毎年毎年問題が違うのになぜか平均点が32、3点でそれを基準点に設定できると。あっね、もう向こうがうちらに優れてると言ったらもうそれしかたありません。こっちは受験だけを仕事にしてるのにこんな技使えませんよ。 あのうちだってもし毎回作ってますけどね大体同じような点数にしたいのにうわっんでこれみんなできちゃってこの名変とかえなんでこれみんなこういう意見でこんな点数下がっちゃうのうわなんでこれ下がるうわ失敗したまああっばうちだって問題作るプロなんですよ問題作るプロですらこんな設定できないですよいやお前らがバカなんだっていう結論にすそれはそれで終わりでいいですいや普通に考えたら落ち物はいや多分これ何かやってんなと。 うん、あの実はね司法試験はやってますって書いてあるの司法試験はあの見てもらえばありますあの司法試験の採点基準のところにあの、ね、採点間ごとに印象が違うので採点間ごとに点数を取った後に平均から偏差値を割り出してなんかサインコサインいろいろ使ってあの点数を振り直してますと,と言ってるんですよおそらくこの試験もその類だと思うんですあの私0.5点の配点があると思ってないんですよ 0.5っていう数字は単純に計あのー、まあ人が見ればねいや採点基準は明確だっていうふうに言う方もいるのかもしれませんでもここ何年間私もいろんな合計者の採点基準を見て点数を見たんですでそれいろいろ見て分かったのが基準ががわかからないことが分かりましただってほぼ同じ答案なのに点数に5点ぐらい差がつくんですよ でこれってんも再転換によって例えば取締役のしま締まりが締まってるか締まってるかで付け方違ってくるしなのでもうね多分一応答案とかね多分帰ってきて見ると思うんですで見てね点数つけても多分合わないです多分向こうが再転換ごとのいろんな調整を図った結果そしてなおかつ 平均点が323点で法務省側にうちらは毎年同じレベルの問題を作っていますよとっていうことをアピールするために少々頑張ってやって調整しているのでどうにもなんないんですよじゃあ何かとこれはお前のこう意見を今私たちに聞かせているのかといやそれもあるんだけどただ私たちが取れる手っていうのは単純に平均点以上を取ることなんですよ あのレックの場合だと模試のところで模試ではあの基準点を突破した人の中の中あなぜひちょっともう期日でダメだったって方はもう今年かね点数じゃない点数じゃなくて基準点を超えた人間の中からどれだけ上に行ったかとその数値を見ていってほしいもう点数な問題じゃないんだよ例えば今回みたいな問題今年の問題って多分4段なんで誰も書けないんだあ,んのあの不動産の4段ね 不動産の四欄なんてかけるやつはいないんであんなの。えっとなんだっけ、あの、利益相反だわかってたとしても、議事録がつけて印鑑証明までいる。で、印鑑証明がいるってこともハードル高いのに、なんで印鑑証明がいるんですかって時に、登記の条文なんか持ち出せるやつさんがいないんであんなの。ってなると、ああいうのを見て、向こうは、あ、これ点数つけるのやめようかとか、配点下げちゃおうかとか、下げるところは税点しようかとか。絶対そういうことになってるんですよ。 なんでもう絶対的な点数でもう考えなのは無理だと思うしそれをやればやるほど悩んじゃうんですね。私は,あと何,は何を間違ったんだとかなんてまあちょっといろんなこと言っちゃいましたもうあくまでもこれはもう私の雑談ですもういろんなとこ言ってくださいあいつが間違ってるとただうんもしねああ何となくそ理解何とかそんな感じがするなって思った方はぜひ今後の模試については平均点以上を取るってこと。 しかも申し訳ないんだけど落ちる人間の平均点じゃ駄目なんだよ受かる人間の中の平均点を超えなきゃいけないんだはいということで、えー、まあこれぐらいにしましょうか、えっと、8ページの方には一応開示の仕方を入れておきました えっと、ちょっと古いデータかもしれませんが、まあ、この通りにやっていただいて去年も行、ね、け,けたという方も聞いておりますのであのもし、均一の,のところはやっぱり納得できないという方はぜひ一体、まあ、開示請求はしましょうで開示請求はした上で、あで点数をつけ直すもそうですがあのぜひ開示請求して、ね、点数が納得できなかった方はご家族の誰かに字を見てもらってください字を見てもらって自分の字で読めないところを教えてほしいと。 でこれも人によって意見が全然違うんだけどあのね見ている限り役員の名前で減点はされてない感じがするあれ役員の肩書きで減点はしてない気がするんですあの取締役の締まりが締まってないとかねそのあたりは減点してるかなっていうのもあるんだけどしてないような気がするんですしてないと思いたいんですよただねやっぱね人の名前人の名前についてはやっぱ聞かないともうこれは採点してない傾向はやっぱ強いんですよ だ特にその人の名前人の名前のところで読めないとこないかと。あのきあの本試験じゃないんだけどねあのたくいあの普通のの予備校の模試かなんかでね一緒にやってもらえっていうふうに言ったらね「あの一郎の老の字が月なのかこっちなのかもう一つの方かな分かんない」と。っていうふうにあの家族に言われたという方もいらっしゃいました。 じゃあその上でちょっと勉強法の話に移りたいと思います。9ページからうなるでしょうかしょ、えー、上のステンせ点勝負の時代の方法論と結局プラス27.59問ちょっと取んなきゃいけないじゃあそれどこで取りにいくかです。その下総合勝勝負に勝つにつは 午前択一午後択一期日どれか2つは高得点がいるんですよじゃあまずちょっと期日から1番均一不当法やるべき作業は4つなんですね複雑な問題文から実態判断をして登記する順番を判断をして そして最後に正確に書いていくこの4つに尽きるんですで今年は要求したのが124です124です3の順番はほぼ論点じゃありません3の順番はほぼ論点じゃありませんもちろん名品先やらなきゃダメだけどもうそれで間違える人はもう今ほとんどいなくなってますで近年の傾向を見ていると1と4の勝負が強いんですよ 去年は特に1が強い今年は1はそこそこあったぐらいでもちろん1も1で重要だけど4なんです正確にかけているかとで私も皆さんのね、あのー、成績リサーチの答案見せてもらってびっくりしたのが意外とというか意外以上に分割上とはかけないとあれは本当重いほか以上にびっくりしました 次、商業登記。登記できるかできないかの判断、かい登記事項の把握。添付書類の確定。となっていっ一んですが、近年一がだんだん弱くなってます。あのー、今回も、あの問題文だけざーっと、私見るタイプなんですよ、あの検討する前に。問題文だけざーっと検討して、あの一番最後で。 あの取締役一人で支配人決めたけどどうかなと「いやダメに決まってんだろ」と「何言ってんだお前と」<laughs> でしかも書く欄がすごい小さいじゃないですか書く欄すごい小さいからあこれで一個決まりで終わりなんですよこの近年ってこの向こう銃だけ見てもらうと数が少ないしでしかもそんな内容が難しくないんですよでそれを分かっちゃえばあとはもう来るもの全部かけただけでいいんですよ 45年前かなんかはね向こう自由の判断で勝負が決まると言われていたんですが今はもうそうの時代ではないんですよね向こう自由は分かりやすくしているで勝負は2と3もそうなんだけど下の米印こっちで時間かけられないんですよ商業で時間かけられないんですどうやったって不動産に時間があるじゃないですかなんで時間かけずにできることだと思うんですよ ちょっとそれの上で、えー、と3つに分けて勉強の仕方についてアドバイスをしようと思います、えっと、3つ普段の学習で習得すべきこと真ん中模試で培っていくこと一番下本試験直前期のことに3つに分けました一番上普段の学習でやるべきこと1上の方不登校1申請室のミスを防止するための学習ミスですミスあのね落ち着いた状態だったら書けるに決まってるんですよ 普段の登錬でミスしたものを潰していくこれを強く進めたいあひな形の網羅っていうのをまあもちろん進めていくまあその気持ちは分からなくないんですがそれより自分が書けないものを書けるようにした方が絶対点が上がるんですよ私受験生の時って実はひな形集は使ってなかったんです やったのは何かっていうと間違えた通連ののひな形をあをバインダーにどんどん入れてたんですよ。で入れてでそれであのそれを何度も何度も訓練すると。でできればもう別のストックにしちゃうと。もう一つ正確に言うとあのバインダーをこう2個ぐらい用意しておいてあの間違えたもののストックをこっち1個目に入れておくと。で何回かやって練習できてできたものはこっちに回すと。でできないものはまだこっちに入れておくと。どどんどん,どんこう全,部全部がこっっちに行ったら、 全部がこっちに行ったらまたこれひっくり返してまた1からこっちにやっていくとそんな形じゃってもうやっぱ間違えたものを繰り返したんですねご賛同いただける方ぜひやってみてくださいご賛同できない方ぜひね当連かなんかの答え見てください大体出てくるひな型同じだからなんでひな型臭の網羅をしないといけないとは私は絶対思っていません でその下2以下の3つの知識を充足させる「択一記述」もうこの3つなんですよ点を思いっきり分けるのは3つあります名変相続一括申請この3つなんですよ実はこの3つ以外だと結局限定勝負でで済むんですでこの3つで大きく点数が崩れるんですよ この名変が来たときに何をしなきゃいけないかと決めてますか私なんかいつも言ってる話で言うとまず名変ができるかできないかそれを見なさいとで次に省略できるかできないか考えなさいとそして次にはえこれ省略できないか考えなさい一括申請できるかどうか気をつけなさいとで最後に最近強調したのが一申請できるかどうか 箇所で名片自由を満足させるなと例えば所有者で名変が起きたっていうんであれば債務者とかにいないかと1箇所で安心しちゃいけないと他にも2箇所3箇所いないかチェックするようにと人間やっぱこう1箇所見つけてああ見つけたってなるとそこでもう満足したんですねなので他のところでないかもで見なさいと。 本当に今のとこ触りの触りになりますがぜひ、名変を見つけたときにどんな作業をしているか自分でもう、ね、行動指針を決めたほうがいいと思います。名変のときの行動指針を決めたほうがいいと思いますどういうふうに見るのか名変できる、できない省略できるか一貫申請できないか。 そしてもう別の箇所に変更がないかと。で次に大きく分かれるのが相続ですあの知識を多くつけるのはもちろんそうだけどそれ以上に物件変動の把握だと思うんです。 でもしこの辺りもうもっと言っちゃうと2人以上死んだ場合です例えば今までの当連かなんかで2人以上死んだものでミスしたものがあればそれをまとめていくといいと思うんです例えばよいしょ例えば登記名義人が A で奥さんが B で。 息子さんが、C、だととしたきに A が死んで B が死んじゃった場合どんな登記の流れになるかともしこういうのをミスった場合はこのねこういう事案の時にこういう申請になるんだとといったものをねなんかね問題をそのまま書、ね、き写してもいいしこういう事案で自分は物件エンドのミスをしたとかいうことをまとめていくのがいいと思うんです。ももちちろろんん知識をつけけそうだけど 自分のミス物件変動の読み取りのミスをまとめるというのは強くお勧めしたいところです、まあ、ちなみに雑談なんですがあの物件変動の読み取りを家系図でやることはお勧めしませんこの家系図で所有権がこの人持っていてこっちとこっちに行ってとかね書くとぐる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 回るんです私がお勧めしてるのは家系図とは別に 物件変動の流れを書くことですどういうことかっていうと今 A が死んで B と C におりましたよねで B が死んで C におりましたねこれが物件変動の流れですでお聞きしましょう中間奨励あません。数字相続1回で登記はできるんできないのできないよね中間2人なんだもん。ん あの、こんなように、家計図で、家系図で、物件変動を書くと混乱しちゃいます。で、家計図とは別に、家系図とは別に、物件変動だけ流れを作るってことをすると、整理しやすいです。家計図とは別に、物件変動の流れを書いていくと。 なんで相続に関しては知識をつけるというよりも物件変動の流れでできなかったところについて自分でいろいろまとめてみるでその時にくどいんですがあの権利変動に関しては家系図ではなくもう別に物件変動を、まあ、こういった縦書きでまとめていった方が整理はしやすいと思います。 次,次は一括申請ですでこれ正直この一括申請については多分ね知識はちゃんとあると思うんですよその一括申請っていう判断手順を入れるか入れないかなんですねもちろん何が一括申請できてできないかというところの基本知識は確認した上でそれで毎度毎度一括申請を確認していくという作業それを怠ってほしくないなと思うところです 次商業登記典型パターンの処理スピードを上げるやっぱこれに尽きるんですよスピードを上げるに尽きるんですでスピードを上げるにはどうすればいいかというとやはり同じ問題の繰り返しだと思います もうちょっと言えば、あの例えばあの部,下の部下に仕事を教えてね部下の仕事をね早くしてもらいたいと思ったら上司は何をするかと,と言ったらあのいろんなことをやらせるよりも同じことを何回も何回もやらせた方がその部下は成長すると思うんですよでその同じことっていうのもよく出てくる同じようなものか超イレギュラーケースかって言ったらよく出るものを何回も何回もやらせた方がいいと思うんですよねそれと同じような感じで募集株式発行だったらこの問題がいい問題だと事業年度変更はこれがいい問題だと い,うようにいい問題だなって思ったものをもうピックアップしてでその同じ問題を何度もやってた方がいいと思いますあの不動産は、ね、同じ問題の繰り返しは進めないあの不動産はもう読み取りが勝負ですで不動産って物語やっぱり強烈なんですよねなのでこうやっぱり見たときにああこの問題かそうこれ不動産買うんだよで、ね、こいつね次のページで死ぬんだよほら死んだ 打ったら、ね、次のページで、ね、相続人は放棄するんだよほら放棄したもうこれね読み取りじゃなくて単純に思い出したんですあの一方商業ねこれあんまりいないと思うんですよねあ田中一郎俺は見えるこいつねクビになんだよでクビになってねその後もう一回入ってねけん人員して権利義務になったわけどそのせいで、ね、死ぬんだよそれがね思い出せる人はそうはいないので商業は普通に同じ問題の繰り返しの方が絶対聞き間がありますのでぜひ商業は同じ問題をぜひ繰り返してみてください であのこれ自体はあの宣伝も多少入るんですけどあの実際自分の今の初級受講生にやってもらっているのがよいしょと宣伝も多少入るのは申し訳ないんですけどねあの自分の初級受講生にこちらの登壇を、ね、やってもらっていて全部で10回なんですけどこの登壇自体があのオーソドックスな論点だけを詰めていてあのし,しかも全論点が一応詰まってるんですよ。 あのこれパンフレット22かあの初級受講生の方にねなん,かなんかすごいなんか問題形式がえげつないものをやらせるとみんな逃げちゃうんですよ。なので問題形式はすごく単純でなすべき投機の決定だけに意識すればいいものっていうものを詰めたのがこちらの当明の問題になっているのでこれを繰り返すようにとっていうふうに実際に言っております。 で、えっと、そうか、まだ、えっと、キースの方ですね、すみません、お戻りください、9ページ。はいで商業登記、丸二番、商業登記、丸二番ですが、剰余金の資本組で、組み入れ、登記、転費処理何、何取得上項株式を控えにする新株予約の発行、添付処理は そんな感じそんな感じであのね出すべき登記が分かったときに添付書類何かってことが出てくる訓練してほしいんですもちろん場合分けはいるものはあるよ場合分けはいるものはあるからそこはそこはまってほしくないんだよそうじゃなくて典型的な添付書類はこれとこれとこれとこれ,とこれだとってことが言えてほしいんですあのね商業登記って実は添付書あのね満点取らないんだったら実は覚えなくていいんです満点取る気ないんだったら 問題文に出てくる添付書類全部書いてごらん当たるから問題文ね株式申し込み取扱証明書が提出されているって書いてたらそれを書くと人員届は出ているとそれを書くとでそれ書くだけで添付書類7割ぐらいクリアするんだでも7割クリアして不動産に取れる人はいいよそれで不動産に取りきれない方っていうのは問題文に出てこない添付書類を覚えていくべきなんです であのー、今ちょっと自分考えてる教材があってまだ全然まだ完全にエンジンできてないんですけどねあの例えばある登記があって添付書類123と4とっていうふうに出てるものがあったとしてねあの問題文に問題文に出てくる出てくる出てくる出てこない出てこない出てこないとこんなようなものをね倍分けしたものを作りたいなと思ってるんですよ。で例えば言わんとすよわかる えっと、株主総会議事録では出て出て,くる出,て出て出てくるじゃないですかで出てこないものもありますよねでそういったものをまとめておくと例えばある投期で覚えなきゃいけない添付処理ってこれとこれだよなとかってことは一と出せるんですねちょっとそんなものは作れないかなと今考えてるところなんです出てくるものは総括かけんです出てこないものを覚えていった方がいいんですよ なんでちょっと結構長い時間かかっちゃうと思うんですけどねあの当連かなんか引っ張り出してあのひな型集からね出てくるもの出てこないものを色分けして作ってみようかなと今考えてますなんで今考えてるのでレックにねいつ出版するとか言わないでくださいあの今考えてるとこなんであのちょっと今期は無理です今期は無理なのであの自分で作ってくださいじゃあ次3番 長文の投記事項を漏れなくできるように訓練する予約権出してる会社なんか普通ないんですよ。あれ嫌がらせですよどう見たって。で今後ねその長文ものっていうのが出てきた時にねもう嫌がらせ出してくると思ってください。なんで普段ねちょっと書いてないなって雛形ひな形があったら。 やっぱ手で書いてみるっていう訓練はしましょうマリオン最後は会社法の知識で差が出てくるとだ商業って私にある程度の学習不動産の商業で考えたら商業の技術の学習の時間って不動産と比べれば少なくしていいと思うんですでその分会社法学習 会社法の知識の方の学習を増やした方がいいと思ってるんですよ。例えば、あの、今回の商業のや、えっと、支配人選任の無効っていうのは、普段あれ記述でまず見ない問題だと思うんです。でも、会社法の知識で委任できないもの、えっと、重要な財産の処分及び譲り受け、多額の借財、支店、支配人、これは委任できないっていうふうに、会社法の知識で覚えていればいけたと思うんです。なんで、ぜひ、 あの均一の勉強時間は不動産より減らしてむしろ会社法の学習を増やしてほしいじゃその下もしとで培っていくべき知識時間の縛りのある中でプレッシャーかけてやってくださいこれなんですあのやっぱり家の中でやってればのんびりするし 何時間でもね何時間にすぎるけどねありったけ時間をかけてやっちゃうんですよ時間ない中でやって何をミスするか具体的に123なすべき登記の判断添付処理の記号自分のエラ,すエ,エラーする傾向これを見ていってほしいんですでぜひ受験回数がある程度いった方は当連模試の時間配分を 自分で見つめてください。見つめ直してください。例えば九十分で当連が設定しているんだったら、極論受験回数が三回以上であればね、八十分にするとか、七十五分にするとか、時間縛りを厳しくしてほしいんです。ある程度の、ね、点が伸びている方、ある程度まで点が伸びている方ね、毎回毎回九十分振りにかけて満点を取りに行く。 っていうやり方をするっていうのは自己満足では効き目はあるけど最終的には私あんまりそれって満足感しか得られないと思うんです時間設定厳しくして何が起きるか見てほしいんですよ焦って焦ってやるとどういうことをやってしまうかといつもこの時期になると言ってる話なんですが私自身がやったことっていうのは当連持模試というのを遅刻していくやっぱりその3時間で あの2時間30分で終わらせるって言ってねあの実際教育祭って2時間30分で出るっていうのはなかなか難しいんですよやっぱりあとちょっとあとちょっとってやれちゃうんですねなので30分遅刻して入ってみるでそうするとめっちゃ焦るあとやったのはえっと遅刻して入るほぼ徹夜で入る二日酔いで入る 校舎2つは特にあんまお勧めしない一番最後はねあの自分思い切ればねあも,うもう一個やってねもう絶対言えないんだけどあの今ない予備校なんだけどねその予備校ねあのすごい教室の教室がすごい狭いんですよすっごい狭い,狭いんですでその教室に行くとねたまに前がね独特な香りのする,する方がいるんですねで独特の香りのする方がいてでその方の後ろになぜかなりやすかったんですよで私本番の時にねもうね会場どこであってもね不安なかったんですよ もう二日入れでも行った。寝不足でも行った。独特の匂ヤがいても大丈夫と。もう本当に、ね、もう何が来ても大丈夫と思って行きました。まあ本当に後者についてはもうお勧めは絶対しませんけどねあの、プレッシャーかけるっていうのはお勧めしたいところなんです。普段から家族のプレッシャーかかってます。やがて、そういうプレッシャー、ね、そういうプレッシャーじゃなくて、あの試,験あの試験のプレッシャーを受けても、やあめよやめよう。はまるはまる。 じゃ一番下過去問学習です。まあちょっとこれもちょっといろんなことで強く言ってるんですが、ぜひ5月6月になったらやってほしいんです。過去問学習。一不等法小等法セットで1時間40分で得です。1時間40です。セットです。あのなぜ過去問をやらなきゃいけないか。過去に出たものは出るんですか。出てるんです。 あの例えばあのさっき言ったほら1個名変銃見つけたら債務者にないから承知しなさいとかいうのは実は去年も同じの落ちたんですよ。本当にに過去問とと同じよような論点を特に不んく出すんですでしかもそれをセットでやってほしいある31年の問題の不当法昇当法セットで1時間40分。 で、その時に、まるにまどちらで点を稼ぐかを考えてください、ほしいんです。満点は無理です。満点は無理です。で、どっちで稼ぐかをやっていてほしいの。例えば、もう、事五段だよ。事五段になるけど、今年だったら、どっちで稼ぎたい。どういう意味だって、商業だよ。じゃ、それをね、ど、やりながら、と、やりながらね。判断するも、そうなんだけど。 もう一つ丸3見てほしいんだあのねぜひちょっとやってほしいのこれはあのね初めに問題文って解答用紙配られるじゃないですかであの解答用紙を配られたところでどっちがやばそうかわかんないの例えば今年あの解答用紙不等法小等法を配るときにあれどう見ても不等法がやばいってありますよねあの二乱丸って何この箇所1234つとな何これはと 消灯法を見るとあ,あいつもとほぼ同じなんかちょっと違うけどなんかのどかだなといつもと同じ感じだなとで不登を見ると何これ一番万3なんかなんか書かされる何これってなって書かされる箇所のね多さとあと例えば商業なんか無効自由の欄があったんですか無効自由はもう明らかに小さいからあこれ1個で決まるなとそのね判断っていうのは実は問題配られたことで,できちゃうんですよ。 だからまず、ね、その問題のいきなり取りかかるんじゃなくて回答用紙だけ見て考えるの回答用紙だけ見てあこれは不当法の方がこれやばそうだなとで申請箇所がこんだけあるってことはまあ多分ここ登記不要だろうなとかねで消登法も向こう1由の欄を見てあれ例年これぐらいのちょっと大きいぞ枠がとこれ2個かなとか。 そういううい想像がでできると思うんですあのどうです皆さん実あの余談ばかり申し訳ないんですけど、うん、あの問題配られて名前書いたあと何やってます何,、まあ、何もできないじゃないですか何もできないしずっとこうやってこう待ってるしかないんですよ何が出るかなと思いながら待つしかないんですけどねでもあ答案用紙眺めいいけないってて言われてませんよねそれ眺めていいんだったらそれ眺めながら戦略って立てられるんですよ。だからある意味、うんあの 配らられてから10分,20分間である意味ある程度の想像ができるんですよね。でその訓練を絶対直前期やってほしいんですあんまり予備校の問題はやらない方がいい予備校の問題を狙ってやって,やってからこんだけでかいのに向こう自由が1個だけとかねでかいのに全部射線だとかでもありますから予備校の問題なく本当に本試験の問題を使って回答用紙を見て 戦略を考える。ぜひそれをねやっていってください。 で一番最後丸四番特に最近の傾向なんで言っておくと不当法やっぱりもうここ三4年5年かもうずっと不登法が難しいんですよ。でもう正直例えば今年の欄であれば123とあった時にねどう見てもがんは2じゃないですかもう回答の大きさから見て。 で例の傾向って例の傾向でいうとちょっとこっちだけちょっと違ったんだけど一覧二欄,欄ちょっとページちょっとごめんなさい本当はまたかんだけど3と4があった場合だいたい一覧が優しくて二欄が中くらいで3がえげつないで4に変なものがついてるとっていう感じじゃないですか。で どの年も絶対1は楽なんですよ。なった時にあちょっとこれやばいぞっていうふうに思ったらもう一覧だけで終わりにしちゃう一覧だけで終わりにしちゃって商業に行って帰ってくるとそれでもいいと思うんです一覧だけって割り切れば多分読む事実関係少ないんですよ本当にどのラで最低限の点数を稼ぐかとでねこれができないの普段だと 普段のね、予備校の模試とか通れだとやっぱ満点狙いに行くじゃないですか満点狙いに行くやり方でいって本番は満点取りに行くってやり方じゃないんですだからこれがギャップで苦しんじゃうんですよなのでぜひねこれあの自分で過去問がでぜひやってほしいんですねはい以上が記述的な話記述の話になっていきます じゃあ次は択一の話にいきましょうページめくりまして10と112番「択一」「失点を最小限にして知識の量を増やす」「失点の最小限つまりエラーを防がなきゃいけません」 でなおかつ増やさなきゃいけないんですその下見ていただきますと気質の知識との知知識識、と密両方をやらなきゃいけません。左側の「気質の知識」このエラーをしないために何ができるか過去問演習を繰り返すとか読み込むとかいう形でエラーを防ぐそして右「密必の知識でどう立ち向かうか」と。 っていうと推測すると増やすがあります。あのまず残念ながら密室の知識は出ます出るし取れなきゃいけないんです。あのちょっとデータを二つほどお見せします。十一ページ十二ページとあって今年の問題が載っております。 えっと、1112とあってあの問題の横にね空欄っていうのと思うんですよ例えば午前だったら34問の,34問の一番横に「丸ってついてると思いますし午後だったら32問あたりに「×」というのがあるんですね。でこの「丸とついているのはもうね知らないと二択になってしまう問題なんです。 空欄はね基本知識とか本当に常識的な判断で切れるもので「丸っていうのは知識がないとどっちかなっていうね二択勝負に追い込まれてしまう問題なんです例えば午前二択問題を全部捨てると何問かっていうと123456問29問になっちゃうんです基準点は言っても上乗せこれじゃ無理これじゃ無理 一方5なんかは123456789と1112131415161718と18問なんですよなのでこの2択に追い込まれるものを解けるようにしなきゃいけないんですでその解くためには方法が2つ戻りまして10ページの方 一つは推測するです。推測。既存の知識がこれだからこうなるだろうなっていう推測です。ぶっちゃけこれね、午前は効き目があります。午前はなんとかいけるところがあります。特に民法は。一方、午後は打つ手がありません。はい、こういうふうになっております。ですが、宣例はこういう見解を出して、なんでだよ 午後って結局そうなっちゃうので推測するというのはできなかないけど結構博打が強くなっちゃうんですね。じゃあそのためにはどうすればいいかとっていうと一つは博打の能力を高める。推理の能力を高める。そのために滝に打たれる。 法的思思考力を高めればいいと思いとあそれでやってることかんねえから <laughs> 法的思考力高めるの結局爆笑,爆笑かんねえんだよな <laughs> 知ってる人間には勝てない <laughs> こっちがいくら難しいなって思ってもあこの戦で見たことあるって思った人は一発で終わっちゃうんですよあの今からやるとしたらどっちを選ぶ滝に打たれる方向を選ぶかそれとも知識を増やすかですよ もう直前1週間だっったたら卓球打たれよて言います確かにでも今だったら知識を増やそう。でまあ言葉を選ばずに言いますけど午前はそうでもないんですけど午後って雑ででもいいから頭に残ってるは取れるんですよね例えば民事訴訟なんかあここなんか見たことがあるとかこの判例見たことがあるとか内容よく分かんないけど確か「うーん代理弁論主義反しない」ってあったよな「まる、うん、当たってる?」とか。 本当ってそういういいものが多いんですよだったらやっぱ増やす方向に行くべきだと思うんですじゃあちょっとそれで具体的な話にいきましょう10ページ戻ります2番が増やす方向1番は質点を最小限にする方法です先に2番にかしてください知識の量を増やす何を素材に増やしますかと1過去問の解説を読む 2インプットテキストの読み込みをする読み込みするだ過去問周辺を読むとか過去問知識はないところを読むそして3通れ問題を解くとで正直手っ取り早いのはやっぱ3番です。というのがやっぱね1番は解説読むのが目が痛くなるで2番はまあテキスト膨大だとどこ読んでどこ読まなくていいか分かんないし なおかつやった感がしないってなるとやっぱ3番になるともうピンポイントにね問題出てくるしまるかばつかってことが分かればいいんだからやった感は出てくるなので3番が一番手っ取り早いんです間違いません手っ取り早いのは3番ですただ切れのの知識になりやすすいのが弱点で一個一個ぶっつぶっつでね途切れちゃうんで 切れ知識になりやすいっていう難点があります入りやすいけど整理が難しいのは3番と思ってくださいじゃあちょっと上にいきましょう1番 失点を最小限ににすするにはとというところですかっこ1エラーを防ぐための日々の学習丁寧に学習すると素早く学習するぜひ2つのね軸を持ってほしいんです丁寧に学習する方法と素早く回す学習で分けてほしいんですで私の経験でいうと私はねあのテキストをずっと読んでるタイプだったんです、まあ、あんまり問題解くタイプじゃなかったんですけどねでそれとは別に通勤中にはあの条文集とか あと、ね、図表集だけざーっと見ていって荒く回していたんですよしっかり読むっていうところとは全く別に「荒く」でいいから全知識をね何度も何度も回せるものっていうのを用意しておきましたで次分野あのー、例えば普通に17070の問題なんか頭からやったら全部問題解くのに2時間か3時間いやもうちょっとかっちゃうのか。 すすっっごいいちゃいますよでそうじゃなくて一分野一問解いたら次の分野次の分野次の分野とどんどんいっちゃうそうすると結構荒くだけど全分野を回しやすすくなりますで米印3か月で全分野全論点は無理を確認する学習をする直前期は1か月でぜひねこれ回せる素材を作るっていうのをちょっと目標にしてほしいんです4月まで。 4月までにね回せる素材を作るっていうのを目標にしてほしいんですよであの今と違うんで私のは参考と思ってあの私のは参考と思って今と全然試験傾向違うからあの私は午前に関してはあの、ね、民法は条文6法だけ持ち歩いてましたもう一回今ね今と傾向違うからね今と傾向違うからねであの午後に関してはあの暗記しなきゃいけない表だけコピーしてでそれをずっと見てました で今どういうのが今聞くのかって人によって違います。なんでどういったものが回しやすいのか、やっぱそれ人それぞれ得て増えてはあると思うんです。で四月になったらこれを回していくんだってものをね今のうちから徐々に作っていきましょうよ。 次、カッコに自分で過度にメリハリをつけすぎて学習しない。えー、下のところ、×今年はオリンピックはない。よって審査請求はやらない。えー、そういったあの、ね、自分で割り切って勉強するをしないところを分けない分けるのは絶対やめましょう。あのね、一問丸ごと出ないとしても足レベルできたらおしまいです。 あのー、ある年ちょっとすごい特徴的だったのがあの未成年の催告ってあるじゃないですか未成年に対して催告しましたで無視されましたそれじゃどうなりますかってどう見ても天気論点ですよね正当率悪かったんですっていうのはあの、ね、聞いてみたらねなんでできなかったのいや基本なんですけどねで小学生に聞くとねあできましたって言うんです。で 出た時からね10年近く過去問ないんですよ近年の過去問で絞っちゃった人が出てないからでしかもね例えば1年目の方だったら絶対絶対勉強することだから覚えてられるんですでも何回も勉強していてもう過去問の年数を絞っちゃってやるとこやらないとこ決めちゃった方っていうのはもうあ,あったあったけど全然最近見てねえやとってなってしまってやられちゃうと足を救われました救われてないよ なんでもう今のうちから何か絞るってことは今やめてほしいなと思うんですとりあえず今は全範囲やってほし,しいんです下の丸印出題実績ある分野は全部触れるべき米印どこまで力を入れるかある程度の年数の囲まはマストとしますでもどこまでやるかというのはもうこれは人によって違ってくると思いますで米印昭和まで戻るかどうかまでさすがになりますさすがに昭和までやるべきかっていうのは まあ悩ましいをさすがにもうさすがに通り越してきてる感じはします。でカッコさん「先例判例については理由づけを意識する学習忘れる時のリカバリーが効きます」「結論ではなくいや結論もそうですがなんでそうなのかっていう理由づけをちゃんと考えていくもちろんテキストに理由づけが載っていればそこをちゃんと見る。 で理由づけがなかったとしたらどん,でなんでそんな理由になるかを考える別に理由間違ってても別に正義あったらいいんですよでも理由考えることっていうのが知識を強くするし忘れる時戻りやすくします4単純暗記ものを今からやっていく もう直前期に暗記物いやればいいですよとでも分かるでしょ直前期やることいっぱいあるってでも入れてもどうせ忘れるからやりたくないでも一回入れれば一回入れれば何だかまた思い出せますよなんでぜひ単純暗記物今からやりましょうもう忘れるのは覚悟してやっていきましょうで相反することを言います これと一時記憶になる科目の学習をするかどうかはお任せします。一時記憶になるもの、処置法、執行法、保全法、どうでしょうか。多分理屈も何も考えずに、てか理屈も何も知らずに単純に勉強はするけどすぐ忘れると。あの今でも覚えている受験生が二人いまして、一人は。 まあ、5年かかってよかったのかなその方にね処置法なんかのタイミングで言ったら「あなんで処置法どうしたの?あ」「あやってないんです」「なんで?」「ああ処置法私前日からやらないと決めてるんです」え「えどういうこと私試験の前日から処置法見ませんすぐ忘れるからとで同じようなことをもう一人いて「保全法大丈夫これ落としてるよ」よあ保全法絶対すぐ抜けるんで私もう2日前しかやりません」と「2日前からやってもうあとはもう本番に行きますと」とすごい割り切りだと思うんですよね んでもう絶対やってもねもうすぐ抜けちゃうってものをあの今から単純暗記するのはやっぱ進めたくないそれはちゃんとした理解をおすめしたいでその理解が難しそうもし理解が難しいもしくは理解する時間がないんだったらそ今その部分は外すのもいいかもしれないで括弧5苦手を払拭する学習これ今できます あーこれ見たら嫌だなってやつもう見た瞬間テンションが下がる分野あのねあ先言っときます仮登記は無理、うん、あの仮登記は絶対無理あのいくら勉強してもね仮登記は見た瞬間にみんな下がるからテンションからあのあの払拭できそうなんですね払拭できそうなんやつもっと言えば周りはできるのに俺だけできない論点そういうものをもしあるんだったらそのねそこだけ過度に勉強するっていうのはおすすめしたいところです もうちょっとですお付き合いをお願いいたしますでは最後13ページ14ページの方に行きましょう第3章来年7月までの学習戦略時系列入れておきました1月までの年内の学習3月までの年明け以降の学習そしてそれ以降の直前期学習 あのぜひ1月までの学習の方向性は作っておきましょうあの1月以降はね正直今決めてもほとんど変わっちゃう今決めてもほとんど変わっちゃうからもうここは1月以降は未定にした方がいいと思いますあの決めてもあの多分ね決,めちゃう決めてもいいんだけどどうせ変わっちゃうからでその下 できるだけ早めに決めておきたい今年の学習の方向性上年内までどういう学習をするか全科目の基本知識の確認をしたいインとかアウトか次基礎知識の確認しながらもう今から上乗せの学習をしたいインメインあの12月末に終わらせる3月までに終わらせるもしくは一番下これも一つのうちなんですお休みする。 ある程度受験年数がある方は本当に年内お休みするっていうのは結構効き目があります。あの勉強自体がルーティンになっているっていうのはいい面もあるんですけど、悪い面もあるんです。だらだらと言うんでしょうか。集中しないというんでしょうか。逆に例えばこれ年内全く勉強しないと1月以降になんてね。 忘れてっ嘘だろこれってなってめっちゃ焦りますで焦ってやるから結果効率がいいとなのでよいしょまあ今すぐじゃなくてもいいですこの12345どれか決めてみてください。 僕は午前10点、午後3午後3点でした。お休みします。ダメです。それはお休みじゃありません。それはやりなさい。どれかやりなさいと。まあどれでも構いませんので、まず、えー、どれか一つこの方向かなとっていうのを考えてみてください。次、勉強の素材。今までの教材を使うか、インプット講座を受講するかです。あの改正が怖いって思うかもしれませんが、今回の改正は結局未成年ぐらいしか大きなものありません。 なんで改正って観点で考えれば十分今の教材にいけますなんでそ,ういうその観点では選ばないでくださいただもし教材を変えるとしても変えられるのは年内までですあのー、1月で微妙かなもう4月にいったら絶対ダメ次 えっと、当連募をいつから始めていくか10月から1月からそして4月からという方法もあると思います、えっと、生同時配信の方の方では先ほどなんかアナウンスはあったと思いますよいしょあの、まあ、とりあえず今民法どんだけ取れるかなとっていうのを試すものが、えっと、10月2324になります 一番後後ろかな後ろかかなら2枚目の方にありますでこれ、えっと、私の教科は間違いじゃなければ、えっと、採点がされて順位も乗るはずなんですよ。でまた期日についても同じようなものが行われますただこれ実施する本校がちょっとあのバチバチなのであの都,心じゃ、ね、あ都心以外の方はぜひちょっと本校にお問い合わせください。 また、えっと、一番後ろの面かないわゆる実力診断模試というえこちら、えっと、4科目模試が年末に行われます。こちらはちょっと申し訳ないんですが1000円という値段の設定をしておりますがこういうのも行われます。この辺りを取っかかりにして始めるというのもいいんじゃないかと思います。でまた、えっと、真ん中あたりレジュメの真ん中なんですが。 えっと実は今度の来週なんですか来週にちょっとまた別のガイダンスを行います年内までここまで行こうよっていったガイダンスを行います、えっと、中上級生用ガイダンスここまでクリアしたい年内に必達レベルの学習量10月24日梅田駅前本校あとで全国で、ね、同時放棄へ出する予定です内容面としては今回初受験だった方また4回以上受験されている方また緊急対策についで年内どこまでいく,くべきかという話をしていこうと思っています また一番下、えっ、ー、と、私の電話相談、もしくは来航相談というのもやっております。10月から毎週土曜日に来航、もしくは電話での、えっ、ー、と、相談にを、えー、取っております。ですので、あの、もしお時間が取れる方、ぜひ渋谷駅前方向になるんですが、お問い合わせの方お願いします。では、14ページで終わりにしましょう。 今年と同じような学習をしていると同じような結果が出てきます。というな結果ですてかむしろ落ちます次の資格枠受験勉強って2つなんですできないことをできるようにすることとできることのスピードを上げることなんです1をやらないと点が伸びません 2をやらないと時間過度に取られて1ができなくなりますで過去で思い出してできる状態では足りないと誰かの話ありませんか考えるんじゃない感じるんだと今の自分の勉強がどっちをやってるかを意識してくださいできないことをできるようにする点数を上げてる方向なのか スピードを上げる勉強をしてるのかとそして最後にもう1年なりませんよいしょ来年の試験までは日ですただこう見るとまだまだあるように見えますよね 9ヶ月9ヶ月等しかありません9ヶ月41週しかないんです41週って考えると意外とないんですよちょっとねせ、まあ、かすのか休めなのか もうほとんど相反することばっかり言いました。ぜひ今回のガイダンス、いいなと思ったものだけ取り入れてください。嫌だなと思ったことは、あ、あれはあいつの妄想だと。そう思って割り切ってやってください。本日のガイダンスの方は以上です。最後までご清聴ありがとうございました。